ちがきらびやか。めっちゃ綺麗。私に聞かれてもなんていうの冗談になります。ですね、まあ鳳凰のように鳳凰ってあるじゃないですか。鳳凰のように力強く飛ぶその力強さと蘭の花のように美しく舞うそんなものを掛け合わせて作らせていただきました。だよね。美しいね。OK でした。ありがとうございます。今日皆さん実は。オーランさんの中で極みくんの誕生日です。極みくん手を挙げてください。はい、大人でしたね。極みくんかわいい。終わりましたら選び打っちゃいますので、終わりましたもう一回いきます。はい、お願いします。改めまして会場の皆様こんにちは。オーランでございます。この宇都宮初めてでございますが、本当に今日一日ここまで楽しませていただきました。キッチンカーで美味しいものを食べさせていただいて、そして、クラフトスペースでは先ほど私も、買い物をさせていただきました。本当にいいものが売っておりますので、ありがとうございます。大事に使わせていただきます。そして我々にとってもこの今日きらめきというオリジナル曲、今年最後の演奏になります。全力で踊らせていただき、そして後で美味しいビールと餃子を食べてやりたいと思います。ですので皆様どうぞ最後まで応援のほどよろしくお願いします。さあでは参ります。我々が皆様にお伝えしたいのは愛と勇気と元気と笑顔、そしてきらめき。2023オーランきらめき、全員込め。金色の鳳凰が暁の空に舞う。オーラン第2章きらめき。
けいけいけ、最高の御殿をいただきました会場の皆様に礼ありがとうございました。